はい、お菓子を食べましょうか。俺ガリガリ君な。お菓子っつうかアイスです。じゃあやっていきたいと思います。ベルト、お菓子の家。何でもオルゴールの音がするとか、なんか音ないかな。あ、来た、オルゴール来たわ。こっちやな、消えた。おうおう、聞こえる。左か。お、でかない。お、扉。どこでもドア。どこでもドアじゃ。なんか中世ヨーロッパのどこでもドアじゃ。よっしゃ、小さな扉の向こうからオルゴールの声が、音が聞こえてくる。よっしゃ、扉開け。ごま、ごま塩、ごまだれ、へそのごま。え、お、なんかすっごいテトリスみたいな感じの床に、床の部屋。そしてなんか両サイドが奈落、奈落、奈落。ここも魔女の世界なの？メルか、ベル。うん、ここは大丈夫みたい。何が？そうか、あ、そうかそうか、確かマルガレーちゃん、マルガレータじゃないわ、ベルやな。ベル、前回暗闇の中で目が見えんかったんだ。で、ここに来たらようやく目が元に戻ったよみたいな。そうか、離れるなよ。うん、よっしゃ、とりあえずまず下から行こう。あれ、鍵、鍵かかっとる。鍵探せれ、鍵探すってこと。この奈落の下に行ったら危ないですよ。マイクラでもしばしですよ。時計、時計の針は止まっている。なんかないんか、いつずやの時みたいに。ピアノ、ちょっと待って。名前忘れ、名前忘れ、マルガレーテじゃん、マルガレーテ。お前マルガレーテ、何人お前。まずこっちから調べるけど、ピアノ、磨かれたように美しいピアノだ。手入れが行き届いたんじゃ、プロですね。ピアノ、こんなに近くで見るの初めて。おや、ベルの住んでいる町にはこういうのがなかったのかい。どれ、僕が弾いてみようとかならんかな。ピアノ、これがマルガレーテの欲しがっていた時期があったな。見たことないんかお前ら。時代的にピアノが高級な、それこそ貴族しか持ってないようなもんだったねな。ピアノですよ、学校に一つはあるんですよ。今の時代、今の時代はいいね。これはピアノ用の楽譜、大量に並んでいる。マジか、勉強熱心。誰か知らんけどさ、この家、黄色い花が咲いている。よく見ると造花だ。うん、綺麗ね、本物みたい。さて問題のマルガレーテちゃん、そこ、あれ、嘘、え、マルガレーテ、え、おったやん、おったやん、マルガレーテ消えてるじゃん、完全に消えてるじゃん。マルガレーテ、お前、え、もしかしてもうこの世の人間じゃなくなったんか。んなバカな、だったら俺が探しとる意味は何だと言うんだ。くそ、この部屋なんだい。子供の部屋ですね。なんで、あ、壁汚れとる。こわばり、壁汚れとるよ。しかもホラーチックにさ、ホラーチックに汚れとるよ。子供のいたずらなんこれ。扉も小さいと思ってたけど、子供部屋なんだね。そのようだな。誰の部屋なんだろう。さあな、誰の部屋でもいいわ。それよりマルガレーテはどこだ。本物は、本物、あれ、あれ、あれだ、ボタン間違えた。これで箱の中はパラカラッポだ。これはふわふわの毛に覆われたぬいぐるみだ。ぬいぐるみ、狼のこれ。狼かなこれ。耳が、おばあさんの耳はなんでそんなに大きいの。の耳をしておけん、狼だと思うわ。
しかしこの人形、話を聞いてくれない。ヘンゼルとグレーテルの絵本だ。絵本か、これ古い絵本だわ。最後に魔女のおばあさんが殺されてる。魔女のおばあさん殺されてるってどんな絵本？もしかしてこれあれじゃない、赤ずきんが赤ずきんのおばあさんで、その赤ずきんのおばあさんが魔女だったっていう話の中世ヨーロッパの魔女狩りの頃の赤ずきんなんじゃどっちにしろガキに読ませるために作られたとは思えない内容だな。そうだね、よく考えたら怖いお話だよね。そんなに怖いんか、レッテルつけとけよ。対象年齢15歳以上とかさ、遊んでる途中に放棄されたのであろう。何かを申しかけてやめた積み木が置かれている作ってワクワクが5秒ぐらいで終わったんだな。作って遊ぼうの精神をさ、5秒間続いたけど6秒以降はダメだったけん、こんな雑な置き方したら積み木が積み込んである。これは白い木馬が置かれている。木馬、かわいいおもちゃばかりね。そうだな。どうしたハンス、なんかここあたりでもあるんか。お前マルガレーテがおるってことを考えたら、もしかしてやな、もしかしてやけど魔女に触られたっていうか、ここに来た時のマルガレーテ数日間ここで過ごしちゃった感がちょっと予想やけどね。なあ壁紙、この壁紙はね、どんないたずらしても大丈夫なんだよの神々。この壁のシミ、気味が悪い。そうか、だってなんだか人の顔みたいに見える。ああなるほどな。え、勘違いをしているようだから話しておく。なんだハンス。え、何、どうしたのハンス。どうしたよ本当、なんか知っとんかお前。俺にはこれが人の顔に見えない。うん、それ人それぞれだと思うよ。人の感じ方次第だと思うわ別にそうさ改まって言うことでもないような気がするんやけど俺には。え、俺は人の顔がわからないんだ。はい、どういうことお前なんかいきなり爆弾発言というか、よくわからん、なんか不思議っ子みたいなことを言い出したけど、全然不思議っ子って言える見た目ではないんだぞお前。そんなこと言ったってさ、お姉さんの受けは良くないんだぞ。ごめんなさい、意味がわからない。俺もじゃ。人間はこの壁のシミのように点で、点の集まりでも、配置が顔に似ているものを顔だと認識するものらしい。そうやな、俺にはその能力が欠けている。わからない、見えないわけじゃないんでしょ。お前は動物の群れを見たことがあるか。牛、鶏、羊、家畜の群れを見てみんな同じ顔をしているようには見えないか。まあそれは見えるような気がするけどな。だって特徴ないんだもん。だってさ、顔にほくろとかないんだもん。動物って人間だけだよね、ほくろあるのって。俺には人間もあんな風に見えているんだ。マジで無個性やないか。ハンス、お前さ、誰のことを愛し続けるんだ。個性ないってことはさ、誰かを特に好きになるってことはないと思うんやけど。お前は俺がお前の顔を見て話しかけていると思っているだろうか。俺には見えていないだけだ。って言いながらも、俺もさ、このシルエットで二人がどんな顔してんかわからんのやけどね。ハンス、俺と一緒やね。俺がもし他の連中のようにお前の顔を見ることができたら、俺がお前の顔を見て話すことはなかったかもしれない。安心しろ。たとえお前がどんな顔をしていようと、村には返してやる。それだけは約束する。たとえどんな、お前がどんな顔をしていようとってなんだな。なんかベルが変な、ブサイクな顔しとうみたいな感じのこと言うな、お前。ちょっとさ、その言い方おかしいと思うよ。どうして？じゃあ、どうしてハンスは私を助けてくれるの？そんなことを言って、私に嫌われようとするの？ねえ、どうして？
俺は事実を言っただけだ。嘘。あ、ヒース、おいヒース、何してる。ああ、トイレトイレトイレ行きたいんですけど、トイレ行き、ほんとトイレ行きたそうにしたんやけど適当に言ったのに。面倒な女な、女だな。そんな女は嫌いじゃないよ、口説き倒したいねって言うんかな。え、俺のことなどどうでもいいだろう、さっさと脱出ルートを探すぞ。よくない、よくないよ全然。ハンス、ちゃんと見て。目が見えないわけじゃないから、ちゃんと見れば分かるはずじゃない。お前はガキだから分からないだけで。言い訳するな。え、ベル、そんな口遣いできるんだな。ごめんなさい。何を向きになっているんだお前は。ハンス、今まであなたが私の顔をちゃんと見ていなかったのは分かった。だから今度こそちゃんと見てほしいの。どんなによく見たって、人混みに紛れれば俺は二度とお前を見つけられなくなる。いいから見て。焦点をお前の顔に合わせる。あおおろろろろろおろろろろろおろろろろ、顔ちゃんと見てるよ、スキャンしてるよ、おろろろろろ。何この BGM ゼクシーかなんか結婚関係の雑誌とかに流れの CM に流れそうな BGM 流れ始めた栗色の髪、変わった髪型をしているな。ママが言ってくれたの。バラ色の瞳、バラジャムを作ったベルリーナも俺は好きだな。またそういうこと言う。綺麗な色だ。首に結んであるリボンも服も同じバラ色だ。靴は暗い夜空色なみたいな色だな。うん。お前の肌は真っ白に見える。唇が雪に紅を垂らしたようだな。普通の人と違うでしょ。そうだな。声や身長でガキだとは思っていたが、お前いくつだ。32歳。え、9歳やったそりゃそうや。まあそんくらいやろうなって感じやわな。うん、小学3年生ぐらいか。そうか。誰かの顔をこんな風に見るのは初めてかもしれない。ありがとう。ララバイ、今日は今までのどんな時より素晴らしい。さあ行くぞベル。うん。この後教会に行った僕たちは式を挙げた。けど家族たちはなかなか許してもらえない。それでもいいんだ、僕たちが愛し合っていたら。ねえハンス、何が見える。お前は見ない方がいい。何が見えるんや。そんなに黒いもんがあるんか。外に死体があちこち散らばっとんか。お前死神の列か。うん、わかった。時には冷たいハンス、しかしベルのことは思っていた。ん、どうしたのハンス。鏡は嫌いなんだ。私も自分の顔を見たくないから嫌い。お揃いだね。仲いいカップルや今の感じから。鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番可愛いのは誰。ヒースです。ベッドです。ピンク色のシワ一つないシーツがかけられた小さなベッドだ。何歳ぐらいの子なんだろう。さあな。可愛いベッドいいな。よし、給料出たら俺が買ってやるよ。給料3ヶ月。ゼクシーはララバイ、今日は今までのとか言ったやん。
どういうこと？どういうこと？これはあれか、結婚して10年後の関係が冷め切った2人の状態になったという表現か。ダメだ、ベル、何なんだここは。一体何かあるぞこれ。ん、普通の人間のふりをして楽しい。誰だ、あ、魔女で、ま、え、マリア・マグダレーネじゃない、これ。逃げるときにこんな感じだったもん。 お前ハンス、あなたがなぜ人の顔が分からなくなったか教えてあげましょうか。必要ないからよ、あなた自分で言ったんじゃない、家畜も人間も同じに見えるって。違う、違わないわ、だって人間じゃないでしょ私たちは。え、ハンス人間じゃないって、魔女は、魔女って人間じゃないんだよ。その前に魔女って人間のカテゴリーに含んでくれんのか。ってことはハンス魔女っつか魔法使いなん。あー、屍の列、屍の陣を囲まれた。ハンス、どこにいるの。なんかすごい動物に愛されてるんですけどな。あ、ベル、めっちゃ動物に愛されてるよ俺。でもごめんな、お前らの顔だって一緒に見えるんだよ。動物たちごめんな。どうすればいいんだベル、俺はどこにいる。ハンス、私が見えないの。こっちに。おらんし。見渡す限り、さまざまな種類の動物たちがこちらに向かって叫んでいる。おい、お前ら穏やかじゃないな。お前ら、そんなに叫ぶな。ちょっと怖いじゃないか。威嚇してるようで怖いじゃないか。やめろ。で、やめろ。ちょっと動物トラウマになるぞ、お前。その声すべてが自分の名前を呼んでいる。マジで。怖い。これトラウマやん。違うって言うなら、見つけてみなさいな。あなたの可愛い女の子を。え？間違い探してきた感じするんか、お前。ベル、どこだ？返事をしろ。ハンス、ここよ。ここに。わかるはずないわよ、ハンス。忘れたの？自分が普通じゃないってこと。わかる必要もないわ。この子は私が食べるんだから。おい、お前、ベルまで食ってんじゃねえぞ、お前。マリオ、お前。てか、死んだんじゃなかったんか、お前。やめろ。うふふ、苔に入りなのね、この苔。ねえハンス、ゲームをしましょうよ。ゲーム、そこの野郎、俺に生きるか死ぬか決断しろっていう仮面のやつみたいなやつなんか、お前は。私が10数える間に彼女を見つけることができたらハンスの勝ちね、簡単でしょ。貴様、子供の頃みたいで楽しいわね。あの頃みたいに叫んであげましょうか、呼んであげましょうか。ねえヘンゼル。え、ヘンゼル、え、マジで。え、ハンス、ヘンゼルって呼ばれたで。え、今ので推測してたら魔女マリアとハンスが小さい頃に幼なじみだったみたいな感じ言おったし、で今の話聞いたらハンスのこと、ハンスがヘンゼルって言おったけ、もしかして魔女マリアがグレーテル。え、というところで今回のパートはここまで。次回からこのミニゲーム、通称ベル当てゲーム、なんか千と千尋の神隠しの裏さであったねっていうような内容のが出てきました。さあハンスは何回でベルを見つけられるかな。コメントに書いてくれたらそれを答えとして受け取るよ。正解した人の中には抽選で何かするよ。何するか知らんけどな。というわけで、まあ今期のパートはここまで。ちょっと伏線が楽しみですが、ここまで。仕上げ、やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。
そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。